ちらの権利は整ってないので喋っていただけると逆に助かりますという状態なんですけど、お願いします。はい、皆さん改めまして、こんにちは、チャップライフ覚えているかと申します。富岡は福島県富岡町を拠点に活動するうたこいチームです。今日は、宮城県、実はこのチーム宮城県にもメンバーさんがおりまして、真ん中の女性と、あ、はい、今日はその、宮城のメンバーさんを中心に、参加させていただきます。ですね、こうしたうさこいでいろいろな人がつながって、こういったいろいろな場所で踊りができること、またここで、皆さんといろいろまた新しい出会い、それからですね、楽しい時間を過ごせること、これが何といってもうさこいの醍醐味ではないかと思っております。皆様もですね、このうさこい楽しいなと思われましたらば、宮城県にもおそらくというきっと素敵なチームがありますので、よさこいのチームにぜひぜひ参加していただいて、また一緒に踊りの場で、ご一緒できたらいいなと思っております。その思いも込めまして、私たち、春風という、踊りを踊ります。それではよろしくお願いします。はい、では参ります。
ありがとうございました。いいね、あのね、綺麗な、綺麗だね、綺麗なやつだったね。やっぱね、いつも違うね。これ綺麗なラーメンみたいなのありましたけど、綺麗なやつだこれ。でもそれそれ言ったら他のチームさんになっちゃうから、みんなやっちゃってさ。でも本当にさ、あれですよね、ここら辺ではなかなか、なんだろう、見れないって言うとあれですけど、珍しい毛色が違うじゃないですか。だからそこら辺が、今回見てくださった方は結構なんか良かったんじゃないかと思いますよね。お父さんちょっと大変だね。そうだね、はい、はい、じゃあ続きましては、ごめんなさいね、父さんって声入ってたらごめん。